7年目の2015年、打率2割7分、ホームラン13本、打点81。開幕から3番打者として出場。前半戦こそ3割をキープしていたが、後半戦は調子を落とし、思うような結果を残せなかった。8年目の2016年、打率3割9厘、ホームラン24本、打点82。二塁打は40本放った。序盤は31打数無安打で、打率が1割台と低迷。しかし、その後は調子を上げ、8月にはパ・リーグ1位の38安打を記録した。獲得タイトルはベストナイン、月間 MVP。 オフに背番号を変更、中島博之の退団以来空き番号となっていた3番となった。9年目の2017年、打率2割9分1厘、ホームラン19本、打点99、通算100号ホームランや1000本安打を達成。平成生まれの1000安打到達者第1号となった。獲得タイトルはベストナイン、新キャプテンとしてチームを牽引し、クライマックスシリーズ進出に大きく貢献した。10年目の2018年、打率3割1分、ホームラン32本、打点127。シーズンを通して好調で、特に打点は球団新記録となる127打点を記録。また球団では日本人選手初の3割30本100打点達成者となった。獲得タイトルはベストナイン、打点王。オフに FA 権を行使し、楽天に移籍した。11年目の2019年、打率2割6分3厘、ホームラン33本、打点92。三振数はリーグワーストの162個となった。4月17日の西武戦では通算150号ホームランを達成。キャリアハイの33ホームランを記録する一方、キャリアワーストの162三振と荒さも見せた。クライマックスシリーズでは史上初の3試合連発を含む4本塁打で新記録を樹立した。獲得タイトルはベストナイン、ゴールデングラブ賞。守備率はリーグトップの9割8分9厘を記録。新天地でも攻守ともに存在感を示した。12年目の2020年、打率2割8分、ホームラン32本、打点104、フォアボールは91個を選んだ。球団新記録の1イニング5打点や1試合7打点を記録。また9月22日には自身初の1試合3ホーマーを記録した。獲得タイトルはベストナイン、ホームラン王、月間 MVP。 中田翔とのホームラン王争いでデッドヒートを繰り広げ盛り上げた。球団でのホームラン王は山崎武史以来13年ぶりの快挙となった。13年目の今シーズン、7月14日現在の成績は、打率2割9分3厘、ホームラン10本、打点43。6月10日に通算1500本安打を達成。オールスターに選出されるも、ワクチン接種の影響で欠場。侍ジャパンでの大活躍、期待してます。